申し上げさせていただきます。ただいま、なんと10時4分。うーわー、この木何の木、気になる木、はあ、眠い。どうも。なんかさ、遠すぎん、やっぱり。ごめん、なんかシャツインしてました。シャツインしてたわ。遠すぎん、なんか遠すぎん、これ。どうも、アンニョン。遠すぎん、これは。終了。遠すぎん、どうも。これはうちが張り替えた。カビじゃない、カビ張り替えちゃダメ。なんかさ、うーわーでこの木なんの木が始まるじゃないですか。だからなんか、うーわーって言っちゃったから、あ、この木なんの木って言うしかないなと思って。ここは見えますかね。なんとちょっとバランスボール乗った見たんだが、ちょっともうちょっと下げるわカメラ。なんかすっごい眠くて、1時間くらい前まで1時間眠ってたんですよ。分かりづらみたいな、すまんけど、1時間くらい前だから9時に一旦起きたの。これでいけっかな。ちょうどよくね。うち経済効果生んだ山田さんに、うちはちょっとやらなきゃいけないことをすっぽかして寝てしまったので、今日はちょっとそのやることをやりながら皆さんと一緒に情報を楽しくやっていこうかなと思います。仮眠してました。すごい眠くて、眠くて気持ち悪くなることあるじゃないですか。コメント読みます。めっちゃ見える、メガネしてるから。多分30分ぐらい経ったらおうち席で何を着るかっていうのを多分過去最高に一番言ってない気がするっていうか、ちょっと分かりにくくてごめんなさい、あの表現が。過去最高におうち席何着るかっていうのを皆さんに発表してないから、それなんだっけ、30分ぐらいになったら発表しようと思います。着るもんだけね、着るもんだけとりあえず皆さんにこうこれですっていう風にお見せしてから、明日はそれを実際に着た様子をTwitterにアップするので、よかったらそちら見てください。眠い。あとそうだ、今までシールを貼ってたじゃないですか、チェキに。ただありがたいことにね、こう皆さんから毎回こうたくさんのおうちチェキのご応募をねいただいておりまして、本当に感謝申し上げさせていただきますあという感じなんですけども、そろそろシールがなくなってきてしまったんですね。それでこれからはシールじゃなくてポスカでちょっと前にやったみたいにちょっとだけデコレーションをしてしたいなと思っていますが、どうでしょう。ポスカみたい、なんだっけ、前こちらでチケットをこう売らせていただいた時にポスカでデコチェキみたいなのを皆さんに皆さんに、ね、送らせていただいたんですね。そうそう、だから今回からはシールじゃなくてポスカでちょっとデコりつつ、そういったチェキをお届けできたらいいなと思っておりますので、そちらの方のご了承をお願いお頼み申し上げますって感じです。
ちょっと待ってね。イエス、じゃあありがとうございます。みんないいと思います。こっちまで。めっちゃ、うちめっちゃ今の夢言っていいですか。夢めっちゃホワイトニング行きたい派の。イエスね、コロナ収まってか。なんかでも家でできるやつがねあるらしいから買おうか迷ってる。マジちょっと待ってね。今ちょっと待ってください。トゥトゥバー。何ワードプロセッサーって。イエス、あきれん。やー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 、めっちゃホワイトニングしたい。てかここ照明めっちゃ良くない？ほらなんかさ、パソコンからの光と上からの光をさ、これ美肌効果消してもいけんじゃね？ほら成り立つくね？顔白くね今日。めっちゃ光漏れしてる。どう？めっちゃ白くない？ドープ。うちドープって聞くとさ、あの BTS の曲があるんですよ。それを思い出してしまう。名前変更。あおぼぼぼぼぼぼ。ワードプロセッサーがつ、あ、ワードプロセッサーっていうのも実際に存在するんですね。ちょっと待ってください。あ、最近 PC をわけもなくずっと稼働させちゃって結構重いんですよ今。反省してます。ピンクが
また落ちてきてちょうどいい色になってきました。ワード機能しかない電子機器でわかるかな。あれかな、ワードっていうあれがソフトですか、なんかエクセルとかみたいなやつのワードってやつしか入ってないやつってこと。合ってますか、私の解釈。難しい、これ。ディスクトップパソコンくらいのサイズで、それなの。じゃあなんかあれですかね、なんか論文とか書くためだけのやつみたいな。プリンターもついてんの、すごくないそれ。ジージさん、ハート100個ありがとうございます。ハートー。確かに昔は大学の論文はプロで書いた。へえ。でもそれだけのために買うのってなんか高そうじゃない？卒論はワープロ。へえ。今はなんかみんな Mac 買ってるイメージ。Mac すげえなと思う。フロッピーディスクに保存して、なんか見たことある、これぐらいのやつでさ、カラフルでさ、なんかちっこい CD みたいなのが埋まってるやつでしょ。それはね、なんか見たことあります。なんかね、今日このなんか映像がすごい緑みたいな色になってるんですよ。
るさい。あ、うるさいかもしれない、私うるさいかもしれない声。いや、昔アスリをやるの失敗したの。あ、なるほどね、なるほどね、でっかいのだったんだ。なんかあのさ、コンピューターってこう画面がさ、こうあったらさ、こう後ろについてたやつもありますもんね。あ、 MD ってやつ、あれフロッピーディスクじゃないんだ、それ。なんだ、勘違いしちゃった。うーえ今のはリズム天国のやつです。でももうすぐ終わりそうな気がします。あとはこのパソコンが頑張ってくれればっていう感じ。めっちゃなんか最近編集ソフトがなんかアップデートされて形がいろいろ変わったからすごい困るんですよ私。って感じ。ピエン、どこに入ってんだろうこれ。ぶち抜く、ポン。はい、今日はもう、でも最近あのめっちゃ運動、ちょっと体調が一時期悪くて、それが回復してからすぐにあの運動をまた始めたんですよ。そしたらね、なんと新しい筋トレを始めたんです。そしたらね、もうやばいんですよ。もう何、もうね、筋肉痛って感じ。すごい筋肉痛を催しました。ピエン、これかな、色調補正。どうすればいいのかな。よし、これ覚えとかなきゃいけない気がする。あん、これかな、ん、お、ん、お、ん、ん、ん、な、わからぬ、わからぬぞ、私知識がなさすぎる。なんか戦後の映像見たくなっちゃった。どうしたらいいんだろう。これでいいのかな。やば、あ、なんか唇が紫になっちゃった。え、怖っ、なにこれ、怖っ。通じないっていう、これを頑張って伝えても。あ、今バランスボール乗ってます。あ、プランクやばいです。あ、こんばんは。最近筋トレさばりがちなのね。どんなんやってん、なんかこのバランスボールを買ったので、なんかジムであのミュさん、プロレスのミュさんたちがやられてるなんかメニューを挑戦してみようと思って、それがこのバランスボールの上でプランクをしてるんですよ。それがなんかめっちゃ辛かった覚えがあって、挑戦してみようと思って挑戦してみました。それとあとあの普通にプランクしてこうお尻をツイストするやつをやりましたら、もう
痛い、めっちゃ痛いけど、なんかこれで効果出てんだろうなって。あ、これか、これをあげればいい気がする。うち、顔色がすごく悪く見える。鮮やかさかな。めっちゃチーク入れればよかった。顔ピエンピエン。え、どうしたらいいの、どうすればいいの。三角形ってなってる、うちのメンタル。って感じ。あ、先生厳しいよ、めっちゃみんなやってみて。辛いよ、めっちゃバランスボールで体幹すんの本当にね辛い、あれは本当に辛いので、ぜひ皆さん気になる方がいらっしゃいましたら。バランスボールそんな高くないですね確か、アマゾンとかで買って。ちょっと届くのはなんでかすごい時間がかかったんだけど、違うな。うわマジ、一眼にもスノーみたいな、なんか美顔機能ついてほしいわ。ピエン、泣いた。うち、おー、どうしたらいいかな。三角形、女の子が思ってるほどとかがチーク。本当に？なんかうちさ顔色めっちゃ悪いんだよね。すごい顔色悪くなっちゃうの。ピエンって感じ。休み明けに腰がきってなって市長だね。ね！プライム会員、プライム会員でもなんか、でもね早いものもあるんだけど、なんかこのね、このやつがすごい遅かったの。これがすごく届くのが遅くて、なんかどうしてみたいなさ遅さだったんすよ。それでね、なんか最近届いた。最近は生活自信以外の話。まあまあまあ確かに。でもなんか髪の毛染めるやつとかさ、本とかはすごいさ早く届いたんですよ。だからなんでやろうって思って。真面目に働いてきたからよ。なんかすごい黄色くなっちゃうんだよね画面が。どうしたと思いますか。助けてください。
内側にその気あったかねえ。もうピエン、こんばんは、お忙しいね。そうかもしれんね。めっちゃ画面が黄色くなっちゃう、映像が黄色くなっちゃうの。どうしたらいいんだろう。これぐらいでいいかも。もうちょっとで。これだな。これで、もうちょっとこっち。セーフ。うん。ぐる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 ドカーン。これでなんとか。なんとかやりました皆さん。なんか色補正が、多分色補正がうちが下手なんだと思う。めっちゃ。めっちゃ下手だからきっとねあれなんですけど、私が下手なだけです。色調いじんのが。あばばばばばばばの音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 、そういうことではありませんよ森永さん。森永さん、もうあでもね、なんかなんとなく行きました。おうちの大好きなコピペは、うちコピペめっちゃ好き。なぜなら簡単だから。おうしゅ、これでいける気がする。あれコピペ、うちなんだっけコピペって、なんちゃら Z、 あ違う、なんちゃ X じゃない。あピエン、もう打ち直し、頑張れ頑張れ私頑張れ今日も、イエー、おーコピペ好き、うちコピペ好き、私の記憶力頑張って。うちの脳みそ、残り時間、出力の残り時間が大変時間がかかりますということですね。ちょっとおしゃべりしましょう。あ、そうだ、コントロール V か。ありがとうございます。え、それなら、ね、色むずい。もう、リーナーがさ、ありがとうございます。ということで、この時間を待ってる間にですね、私があのおう、あ違う、おうちチェキ会で着る予定の洋服をここから今発表しようと思いますが、皆さんきっと私がね作業してるから、皆さんもきっとラジオ感覚でね聞いて画面を見てない方がいらっしゃると思わっしゃるんですけども、今は、今からはその服を見せるので、ちょっと戻ってきてー。あ、3031じゃないのよ。3031はね、山田さんのね、間違い、ツイート間違っちゃったやつだから、2324で、森永は24の16時から17時までの回にいて、明日の20時から販売開始でーす。ポン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 ポーン。皆さん準備いいですか？戻ってきた？
買い方がよくわからんとです。よくわからないものはですね、ただいまあの Google 大先生とか Twitter 大先生とか、あとは多分公式サイトに買い方が書いてあったりだとか、今はね何でも調べられる時代だから頑張ってください。クレカ支払いしか対応不可なのが草。結構そのコメントいただくんですけどですね、私がクレカ支払いをあの変えるとかっていうことはできないので、山田さんとかマネージャーさんに言ってくださると嬉しいです。だからちょっとあのその辺の内容とかは森永にっていうよりもちょっと運営の皆さんに直接のお声を伝えてくださる方がいいと思います。そうですね、結構社長はここにいませんので、社長はねちゃんとツイッターだったり夜に配信だったりしてるから、そういうところをちょっと行ってみてください。ちょっと森永にもできることとできないことはあるんですね。私は全知全能の神ではございませんので、そこら辺のほどよろしくお頼み申し上げます。そう、我々は皆さんにチェキをねこうお届けすることがねお仕事なので、その辺のやり取りなどはちょっと私対応できかねます。ってことで、きっとみんなが集まったと思うので発表したいと思います。それでは私スタンドアップ、あらちょっとスカートはいいや、スカート多分見えないから、あ、それではそれではドンチドンチドンチ、はい、これと見えますでしょうか、意味が、これは伝わっているのでしょうか、意味が。スカートはちょっと撮ってる時に見えるか分からんけど、こんな感じ。ちょっとこちらのヘッドドレスをつけてみましょう。ちょっとどっちにしよう、白にするか黒にするか決めてないんですけども、これ使い方がねうちいまいちよく、ちょっとごめんなさい、今みんなコメントし今してもうちはメガネ取ってて全くもって文字が見えない状態、私の顔も自分ものっぺらぼうだからちょっとコメント読めん今は、だからちょっと今はしないで、私がメガネつけたらして、これで付け方が合ってるのか分かりませんけど、こういうやつ、こういうやつ、あ、そう、今だ、見えますかこれの、あ、サイドのリボンが結んでない、こちらをちゃんとフル装備で着ます。これはなんかいろいろご縁があって譲り受けました。今日はっていう感じじゃなくて、なんかおうちチェキ、これバブバブの服じゃないよ、ちょっと待ってね、これで髪の毛を巻いたりなどして、こういうコンセプトです。見えるかな、ただこれは白バージョン、
マジ全然進まねえこれ。あの出力映像か黒か迷ってる。黒か迷っていますか。ちょっと待ってね、サイドのリボンを先に結びましょう。明日ちゃんとロイヤルなミルク、え、本当ですわ、そういうイメージですわ。ということで、あの明日の申し込み時間の1時間前には必ずイメージ写真をあげるので、そういう感じで待っててください。え、やっぱでも黒よりさ白の方が可愛い気がする。今の髪色に映える気がする。黒より、黒はこんな感じ。多分でも白の方が可愛くない？ほら、白にしよう、うち白にします、決めました、独断と偏見で。黒はちょっとなんか暗くて見えない気がする。あと多分そうだ、チェキ撮った時にね黒見えないんだよね。ね、白がいいね。あ、待って待って、パン屋さんなりゅうくん、かわいい、ありがとうございます。どっちもいい、ありがとうね、みんなね、 T 配信みたいな。ちょ、これは今回はじゃあ白でいきますね。で、なんか服はこんな感じね。黒だと正面からあんまりよく分かんなかったね。これでこんな感じの服を着ますので、交互着たいって感じですね。チェキだと多分映えないというか微妙い感じになってまうと思いますので、白でいきたいと思います。ということで発表でした。速報ですね、速報。あ、ちょっと頭だけスクショタイム取ろう、頭だけ。これは今切れないから、頭だけスクショタイムしてみんなにイメージ写真を共有します。ちょっと待ってね。ね、黒はね服着るとね結構席替えはねよろしくないという結論に最近至ったよ。うちもねめっちゃ黒い服好きだから、てか黒い服でもポスカとかで色つけんならいいかも。あ、ちょっと待って、今見えないからみんなコメントしないで、今読めないから、多分今コメントしても読めないから、だからちゃんと今ちょっと待って、ちょっと待ってね。でもあのメガネつけたらちゃんと読むから、ちょっと待ってね、今うちこれつけるね一旦。今ね何も見えないの。こうやってやればね若干ねアイコンの、アイコンっていうんですか、アバターの色が見えますが、多分今すごい顔になってると思います。こんな感じ、こうやって耳出すのかな、わかんない、ちょっと苦しいけど、ちょっと待ってね。あ、そこコメント禁止よ、頭だけ。はい、ということでじゃあスクショタイムをするわ。ちょっとリップだけ直させて、さすがにめっちゃ熱い、パソコンの熱いとこに置いてたらめっちゃ熱くなっちゃった、泣いた。普段はコンタクトです、でも今日はちょっとメガネにしましたね。色がやっぱ髪色がちょっとねコスプレみたい。じゃ今からメガネを取って10秒間ポーズを決めるので、皆さんはスクショタイムをぜひしていただいて、この配信が終わった後にあの拡散のほどをよろしくお願いいたしたいと思います。メガネしててもいいかな、メガネしてると目ちっちゃく見えちゃうんだよね。じゃあ皆さん、スクショタイムは10秒のみです。ご準備ができましたら
お手を拝借。準備できたって言ってみんな。あ、ちょっと腕のゴム外してしっかり。オッケー、人準備。オッケー。じゃあ撮りますよ私メガネ。はい、撮りまして、今見えませんよ。はい。はい、皆さんきっとこれでスクショはできたと思います。できた？できた人？はーい。ポイチョヘンザ？めっちゃここピンクやん、明るい画面で見ると。できた？できた、できた？オッケーオッケー、おきみ？できた、イエーイ。そしたら皆さんはぜひあのこの後配信が終わりましたら森永さんのコントのおうちチェキ会のイメージ、これだらしいよっていうことをあの速報で伝えてくださることをしてくださったら私は大変感謝申し上げますね。本当にこれが進まないんです、やばいんです。はいはい、ちょっと落ちました、こちら置いておきましょう。皆さんハッシュタグアプガニ、ハッシュタグヤバトモ、ハッシュタグ森永ニーナ、次のおうちチェキ会はこんな感じらしいよってつぶやいてください。メガネはねチェキ会ねしないからさ、これさあれないよね、フラッシュとか多分弾いてしまうんですよ。でね、白白白白ってなっちゃう。ガチガンジーはガチガンジーはやめよう。ガチガンジーはね、いらない。ガチガンジーはみんないらない。ガチガンジー NO、 ガチガンジー NO 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 USE CAN'T USE ガチガンジー OK OK OK。そう、反省きらんってなっちゃうと私のね目が見えなくなっちゃうので、目が見えなくなっていい人は目が見えなくなっていい人ということで、そういうこと。ノーガチガンジーノーね、本当に待って、なんでこんなに動かないの。再開ってなってる。一時停止してたんかい、一時停止してたんかい、動かないと思ったら一時停止したんかい。 NO です。ということでよろしくお願いします。私はこの後ちゃんと筋トレして、なんだっけ、筋トレして縄跳びして寝ます。今日はちゃんと、でももうちょっとさちゃんとメイクしないとこういう頭似合わないかなって思ったけど、なんか成り立ってるかな今。ちょっとこれで今後、これで今日はもうこのまま配信しようと思います。ここからの運動、なんかご飯食べてから運動したいなって思う派なんですよ。食べたものを運動で消費したくて、でも夕飯ってなんかなんて言ったらいいんですかね、あのお腹痛くないじゃないですか食べた後って。成り立ってる、ラウラウ、イエス。絵で縄跳びはしません、なんか家出たとこでやります。夜人がいないのでね、そのタイミングを狙う他ないのですよ。筋トレは家でします、もちろん。でそのままお風呂入って寝るって感じが今日の流れです。この後みんなに報告して、あ、でもこれちゃんとこの作業しなきゃいけないから作業しながら筋トレしてっていう感じにしようと思います。もうええもうええキュン
メイドの日があったじゃないですか。私あのメイド服をリリーベで着たんですよ、アプガニキが。覚えてますか皆さん。私とカジーさんでお揃いのメイド服を着ました。詳しくはね、森永のインスタグラムに載ってるのでよかったら見てください。あ、メイドの日ってことなのね。懐かしい。どこだっけ、池袋だった気がします。池袋の丸井かな、どっかでやったやつが。ちょっとね、なんかタイミング的に乗せようっていうメンタルではなかったので載せなかったんですけど、気になる人がいたらよかったらインスタグラム見てください。メイド喫茶よく行くよ。私もよく行ってたんですけど最近行けてませんね。楽しいです、可愛い子がたくさんいるところは。日替わり特典ね、なんかライブがなくて最近何もピエンって感じ。みんななんかみんなのコメント拾いたいんだけど、あまり私の知識が浅いもんでね、なんかそれ何なんだろうって思うものはすごく触れづらくて、コメントに触れられなくてごめんなさい皆さん。あ、そう言ってたの、友達とどこだっけ、秋葉原のメイドリーミンと、あそこめっちゃもう一つ有名なとこ、おっきいとこに行きました。なんかね、ライブ時間が楽しくて、なんか可愛い人がライブ、あ、そう、アットホームです。アットホームに行きました。行く気がなかった。なんかね、優しい、みんな優しかった。可愛い女の子がね立ってるだけでね、お腹がいっぱいになるの。心がいっぱいだとお腹がいっぱいになりませんかね。もう本当にガチガンジーはいいよ、もうガチガンジーのガチガンジー、ガチガンジーじゃなくてウーにして、じゃあウーがうちガチガンジーよりウーでお願いします。ちょっとね、うちもね本当はメイド喫茶で働いてみたかった。マジさ、もうちょっとちゃんと有名になったらさ、なんか一日メイド喫茶イベントとかやりたい。いやマジで嫌っていうか、なんか悔しくない？悔しいじゃん、なんか急にさ、急に連絡をさ、こうした人がさのさ言葉がさ急に流行ったら悔しい言うたなるやんってなったんですよ。いやうち友達と行ってなんかライブ見ただけでお腹いっぱいになっちゃって、でもちゃんと食べ物も頼んだんだけど、すごい食べるのゆっくりになっちゃいました。なんかめっちゃいい席をなんかたまたまゲットしてしまって、なんかカウンターでこうステージがあるみたいなで、急にライブ時間が始まって、なんかハートのペンライトみたいなのいただいて、え、かわいいみたいな、あばばばば、誰か頑張りたいと思います。そうです、嫉妬です、これは。いや、なんかここまでみんながさ受けるんだったらさ、もう自分のネタって言っときゃよかったってめっちゃ思う、もう今めっちゃなんか、え、これ私が考えたやつって言っとけばよかったって思った。普通にさ考えてさ、なんか友達も作った張本人もさ、これで笑ってる人はちょっと笑いのツボ浅いよって言ってた。自分で作ったくせに自分でそれを言ってたから、わ、絶対これ人が作ったから私はただ言っただけだよってさ言おうと思ったんですね。なのになんかみんながすごいいじるからさ、
なんかじゃあ自分で作ったことにしておけばよかったってめっちゃ思う。めっちゃなんか言ってたの、なんか受けたら自分のネタにしていいよって言われたから、自分のネタにすりゃよかったって思って、すごい今悔しい気持ちでいっぱいなんです。もう本当にその子には私負けてばっかりだと思う気がする。正直すごい顔が綺麗というか、本当に肌も白くて、なんかコスプレとかも似合うんですよ、いろいろ。もう悔しい、もう悔しいって感じ、本当にあーって感じ。だってその辺がバレバレな感じになって、そうなんですよね、それはね、あった。そう、ヤバ友を入らして、みんな、むしろむしろヤバ友にして、ヤバ友流行らそうな、そこよろしく。ニーナさんの嫌がることを言うたらあかん、優しい、ハイタッチ、イエーイ。そう、ヤバ友、みんなヤバ友使ってね、みんなヤバ友、ヤバ友とあのハッシュタグアプガニ、ハッシュタグヤバ友、ハッシュタグ森永ニーナでよろしくお願いします。ということで、みんなきっとこのスクショを撮ってね、拡散してくれるということを私は切に願って、私もこの後ちゃんと自撮りでやろうと思います。ガチガンジーは非暴力の象徴として世界中で流行ると思う。本当に確かになんかさ、こう心はねブルースカイブルースって感じね。なのでこんな感じです。ということで、もうそろそろ時間も時間なので締めに入ろうと思います。なんだっけ、あーはい、あのおうちチェキ会がまた5月23と24日にあります。24はあのー24、あ、私はごめんなさい、頭が働いていませんで、あのもう一回、もう一回待って、もう一回最初からして、ちょ、もう一回最初から、今のはカット、今のカットしてください、カットしてもう一回最初から言います。はい、もうそろそろ時間も時間なので告知をしたいと思います。ですね、5月23日と5月24日にまたおうちチェキ会をやらせていただくことになりました。私もあの先ほどあのツイッターの方に書かせていただきました。で、森永が参加するのは5月24日の16時から17時です。数枚限定なので、あのよかったらゲットお願いします。イメージはさっきも見せた感じでこんな感じで、明日の販売時間前には全体図的なもの写真を、ツイッターにあげるので、そちらをぜひ参考にしてみてください。あとですね、そんな感じです。今回は追加日があるのかどうかは分かりませんが、多分24日のそこの枠のみとなっております。明日の20時から販売開始ですので、ぜひともお手に取ってくださると嬉しいです。みんながこうおうちチェキ会でこう楽しくね、こうチェキ会を見守っててくれるところが、なんかうちは楽しみハピネスっていう感じなので、ネットリテラシーに気をつけつつ、なんかみんなで楽しい時間をメイクアタイムっていうんですかね、英語はちょっとわからないんですけど、時間を作っていけたらいいなと思うので、ちょっとあのネットリテラシーだけは守って楽しんでいきましょう。うえー、ちゃんと告知できた。ちょっと待ってね、ロックかかっちゃったパソコン。ってことで、皆さんまた明日の配信も見てくださいますかって言ったら、ヤバ友って言って、あのお別れの挨拶をいたしましょう。あ、そう、待って、ありがとう、ランキングって言ってくれてマジありがとう、本当に危ない、ありがとうございました、ありがとうございます。
マジありがとう。ちょっとランキング見させていただきたいと思います。ランキング発表します。ポン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 。3位の方 R アットひいこちゃん推し、ありがとうございます。じゃひいこちゃんなので、こう猫だから映ってるのかな、これ猫耳ポーズ、これが耳だよ、猫耳、ひいこちゃん猫耳だよ、ありがとうございます。猫耳猫耳、よいしょ。次の方行かせていただきたいと思います。2位の方パン屋さんな、ちょっと待ってね、パン屋さんなりゅう、ありがとうございます。それでは前回コッペパンじゃないですね、ネタバレしてたチョココロネの話をしたと思うんだが、うちはあのとある芸人さんがやってたコッペパンのネタが好きなのでやろうと思います。はい、コッペパン、コッペパン、パン屋さんのりゅうくん、コッペパンありがとうございます。さあいます。そして1位の方シロクトーテンさん、ありがとうございます。ということで、ギターを弾いてるアバターということでですね、ジャンジカジャンジカ、カジさんもその前あの1個前の時間に弾いてたと思うんですけど、ジャンジカ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 、シロくん本当にありがとう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 、これからも森永とよろしくポンポンポン、今夜も最高ポンポンポン、ベンベケベンベケ、ドク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 ドン。以上です。あの本当にあの皆さんあのランキング読んでって言って教えてくれてありがとうございます。これからもこんな感じで森永のあのショールームではランキングを読むときになんか思いついたことを言っていきますので、よろしくお願いします。ということで今日でこの今日はこの配信を終えたいと思います。皆様もあの今日はよく寝られてくだされば喜ばしいかと思います。ベンベケベンベケだとベースだね、音はジャカジャカジャーンじゃないかとですね。ということでおやすみなさい。待って締め方が分からなくなっちゃった。なんだっけ、あ、また明日も多分ショールームで22時からやると思うので、また明日も見てくださいますかって言ったらやばと思ってコメントしてください。それでは皆さんまた明日も見てくださいますか。みんなちょっと手首へにょへにょ、挨拶はこれはあのうちが中学生の時から代々伝わる手の振り方なので、今日はこれでお別れしたいと思います。みんな後でツイートよかったら協力してくださると嬉しいです。じゃあおやすみなさい。ちょっと待って。